皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。エミです。ロサンゼルスからお届けしております。今、カズくんのライブ、YouTube で見終わったばかりで、もう本当に見終わってすぐなんですけども、この感動が、もうね、冷めやらぬうちにちょっともう、私の感動どころというか号泣したところとかもあるので、それをねガガガと喋ってから寝ようかなと思うんですけれどもまあ皆さんね、見終わったばっかりできっと放心状態の方が多いと思うんですけれどもね、いやそれでもですね、私も思わず号泣してしまったところとか、まあいろいろとあるので、それをねガーッと話してから寝ようと思います。まずはですね、死ぬのがいいわの前に、カズくんが歌った、あれ何これ新曲と思ったのありましたよね。これ何知らないと思ったんだけど、あれはカバー曲みたいですね。私ね、そこでまず泣いてしまったの、号泣してしまったのというのは、その曲私知らなかったんだけど、その歌詞がですね、こちらなんですけれども、さよなら愛しき人、さよなら愛した人、愛することがこんなにも辛いなんて知らずに、降り続けてくれ雨よ、俺の涙が消えるほど、嘘みたいだがもういない、夏の終わりの恋しぐれってね、これは湘南の風の恋しぐれという歌の歌詞みたいなんですけど、これがねもう私の今の心情にねぴったりで、もうこれを聞いた時にもう思わずもう号泣してしまいました。私はまずここでもうこの歌詞にもう本当に私の今の心情にもうぴったりでね号泣してしまいました。そしてそれをカズくんが歌ってくれたことに本当に私は感動しましたね。そしてその後に死ぬのがいいわでね、でもねその後に歌ったね、旅路がですね、もう旅路といえば私この前のラジオでも言いましたけども、私がカズくんに出会ったきっかけの歌ですよ。私の娘がかけてくれた歌ね、もう一番大好きな歌、ラジオでもリクエストしたんですけども、その旅路がですね、すごくなんか子供たちがいるからだったのかな、もう明るく歌ってましたよね。あれがすごく良かったね。明るい旅路にね、私はめっちゃ、救われた気がしました。そしてその旅路の次が満ちてゆくだったんですけどね、もう私星空とか流れ星が大好きで、この前も子供たちと見に行きましたけども、その星空流れ星の中での満ちてゆく、いや私実はねこの生配信の前にカズくんのいろいろ見てる中でね見てたんですよ。フィーリングとかいろんな MV とか、その中でね、ミシテウクが流れて、私ミシテウクでね、もう号泣してしまったんですね。やっぱり夫のこととか思ってしまいまして。そのミシテウクがね、もう流れ星と一緒に、もうすごい綺麗な中で、歌われていたというので感動したんですけど、その最後に、そのお墓のね、ところにカズくんが横たわるという、もうその演出にも私はやられてしまいましたね。もうこれもまた夫と結びつけてしまうんですけれども、どうしてもねそこに結びついちゃうんですけども、でも本当にそこがシンクロしまして、私の胸には本当にそれが響きました。あとは感動したというか、カズくんの優しさだなと思ったのが、一番最後カズくんがねこの祭りをこうの最後にこうみんながこう演奏してる中で、自転車で最後にこう回ってたじゃないですか。で、回っている時に、その今回の注目のボーカルのお二人ね、エモーレスさんとアリワさんがそれぞれソロで歌っているところがあってですね、もうそこがめっちゃ聞きどころというか、もうあそこはわざとそういう風にね、お二人にね、それもすごくもう素敵にお二人とも歌っていて、そっで本当にお二人の魅力がこうバッとね最後に出たっていう気がしてね、そこももう家族の優しさだなってちょっと私は感じてしまったんですけども、そして本当にね有馬さんとエモーレスさんよかったねってね思いましたね。すっごくよかったよねコーラスね。いや本当本当に素晴らしいライブでも満たされましたよ、私は。US のライブの後に私は本当に満たされたという気持ちでしたけども、まあね、あれは本当にライブに行ってるから、まあそれ
とはやっぱりちょっと本当に行った方がやっぱりね、満たされた感覚は違いますけども、それでもやっぱり本当に満たされましたね。いやー、本当にね、チーム風くん、こうやって YouTube でもね、生配信世界中に無料配信してくださって本当にありがとうございます。とってもよかったね。でもやっぱりね、ライブに行った方はやはりそこでしかね、味わえない、なんかなんていうのかな、そういう臨場感とかいろんなこう波動とかね、あったんじゃないかなって思いますね。それもとってもいい記念になったと思うし、そして子供たちがね、たくさん映っていましたけれども、その子供たち、もうこれからもう長い長い人生のある子供たちにもね、きっとね、忘れられないね、ライブになったんじゃないかなと思いますし、そういう子供たちも飽きさせないような演出がたくさんなされていましたよね。いや、本当にこれは歴史に残るライブになったんじゃないでしょうか。ということで、皆さんはどんなところに感動いたしましたか？印象残ったところとか、まあまだちょっと星調査の方も多いと思うんですけども、もしよかったらコメント欄に書いてくださいね。ということで、ちょっとまだまだね、見返したらね、たくさん話したいことはあると思うんですけど、とりあえずこれが私が今見終わった直後の感想になりますね。それにしてもさ、ちょっと風くんかっこよかったね。ちょっと私髪型とかなんか服装とかもうすべてめっちゃ素敵だったなぁと思ったんですけれどもね。そして風くん言ってましたね。これは僕のコンサートでもあるけれども、君たちのコンサートでもあるよというようなことでね。いや、本当に、そして一番最後にね、みんなで深々ともうお辞儀をしていてね、もういつもなんか風くんってすごく謙虚というか、もう自分がじゃないんですよね。もう皆様を立ててもみんな一緒だよと、みんな平等だよというところをね、いつも見せてくれて、本当にその精神がね、素晴らしいなってね、僕が素晴らしいじゃないんですよね、いつも。もうそこが本当にね、尊敬できるところですね。見習いたいと思います。ということで、あと、そうそう、私何人ぐらいの方が見てるのかしらと思ってずっと見てたんですけども、最後は28万2000人になっておりましたね。もうね、これ始まるね、30分ぐらい前からね、すごい数の人が見てたんですよ。私その頃からもうコメントとか残してたんですけどね。で、あ、エミさんって気づいてくれた方もいらっしゃいましたけども、いや、本当にね、世界中の方がね、見ていましたね。素晴らしかったです。皆様ぜひぜひ感想を書いてください。ということで、もうそろそろ私は寝ようと思います。ということで、今日も皆さんも素敵な夜をお迎えくださいね。 Have a good night everybody。 エミでした。ではまた。